こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では40代の大人の男性がお金をかけた方がいいアイテムベスト5というテーマで動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。僕のチャンネルでは主にですね、ユニクロを使ったコーディネートをお伝えすることが多いかなと思うんですが、もちろん全身ユニクロでもですね、十分に素敵に見せることはできるんですが、やはりですね、40代以降の男性であればユニクロだけではなくて部分的にちょっと背伸びをしたアイテムも混ぜた方がですね、素敵に見えやすいのは事実なんですね。まあできればですね、全部をそれなりの価格をかけたいところではあるんですが、なかなかそうするといくら予算があっても足りないので、部分的にでいいと思うんですね。ユニクロのアイテムと背伸びしたアイテム、これらの掛け算でファッションを構成すると、40代以降の男性も上品に見えやすいかなと思ってるんですね。ですが、やはりですね、どのアイテムにお金をかけるべきなのか、ここがですね、多くの男性の悩みどころかなと思いますので、今回の動画では僕が考えるこのアイテムだけはお金をかけましょうというものをですね、皆さんに具体的に5つご紹介するので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的なアイテム皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、40代の男性がお金をかけるべきアイテム、まず1つ目はですね、こちらですね。もう靴、これは間違いのない選択かなというふうに思ってます。まあよくですね、靴にはお金をかけた方がいいっていう話は出るかなと思うんですが、まあその考え方には僕はですね、ある程度は同意ができるかなと思うんですね。まあ確かに足元って先端なので結構目立つじゃないですか。なので、まあ僕がですね、おしゃれな人かどうかを見分けるときによくやってるのは足元を見るということなんですね。靴がちゃんと選べてる方はやっぱりおしゃれな方が圧倒的に多いんですね。一方で、なんか全体のバランスとしては結構おしゃれなんだけども、足元見ると、なんかこの靴じゃないなという方は、ちょっと残念な感じがしてしまうので、足元、どんな靴を履いているのかは重要かなと思うんですね。かといって、今の時代にですね、ものすごい高い靴というのがマストになるかというと、それまた僕はちょっと疑問がありまして、まあ身の丈に合った靴選びが大事かなとは思ってるんですね。というのも靴というのは、やっぱりなんだかんだで消耗品です。長らく履いてると汚れますし、くたびれますし、その結果清潔感が漂わなくなったりするので、まあ何十年も履くというのはなかなか難しいかなと思うんですね。ですので一足10万円以上の靴を買って何年も履こうという提案は、僕は今はあんまりしないようにしてるんですね。なんだかんだで時代も流れますし、靴はそこまで流行に左右されないと言われてはいるんですが、とは言ってもですね、10年先はなかなか読めないので、まあ僕はせいぜい5年ぐらい使えれば十分かなと思うので、そこを考えた上で皆さんにも靴を選んでいただきたいなと思ってるんですが、大人の男性が持っておくべき靴というのは、僕はまあスニーカーと革靴であれば、こういったローファー系があると便利かなと思うんですが、まあスニーカーもね、本当にユニクロでも売ってますし、GU でも売ってますし、デザイン的にはすごく良くて、使い勝手もいいんですよね。ですけども、靴はやっぱり先端にありますし、そんなに何十足も必要はないので、まあある程度質を上げてもらうのもいいかなと思うんですね。かといって高すぎるスニーカーもそんなに必要ないかなと思うので、僕がお勧めしたいのは、1万円から2万円以内というところ、このあたりがリアルに使いやすいかなと思いますし、まあこれぐらいの価格であれば3年履けばですね、十分元が取れるのかなというふうに思ってます。まあそういった点で、例えば今持ってきたのは、アディダスのこういったスニーカーであったりだとか、あとはナイキなんかのスニーカーもいいかなと思うんですが、まあ大体ですね、このあたりのアディダス、ナイキぐらいであれば、1万円台、このあたりで買えることが多いので、まあ本当にユニクロとか GU も悪くはないんですが、スポーツブランドのちゃんとしたスニーカーだとか、いわゆるセレクトショップのオリジナルのスニーカーですね。このあたりを買うのが間違いのない選択かなというふうに思っています。そしてローファーですね。これまた、まあ大人の男性にとっては、あるとすごく便利かなと思うアイテムなんですね。20代、30代であれば、ローファーがマストかというと、そんなことはないかなと思うんですが、40代以上の大人の男性であれば、一足ぐらいは小綺麗なローファー持っておくといいかなと思うんですね。今僕が持っているような、いわゆるブラックのコインローファータイプのもの、こういったものがオーソドックスで使いやすくて、まあ、ジャケパンスタイルみたいな、ちょっと小綺麗なスタイルにも合いますし、デニムにこういったコインローファーというのも、外しとしてはすごく合わせがしやすかったりするので、このようなローファーですね。
まあ価格で言ったらですね、これまた1万円台とかでも買えなくはないんですけども、個人的には2万円から3万円ぐらい、ちょっといいものですね。これぐらいを買っておくといいかなと思います。まあブランドで言うと僕の以前の動画にも出てきたバービックですね。このあたりがすごく使い勝手がいいかなと思うんですね。まあ僕が今持っているのはちょっと高いやつなんですけども、ここまでですね、する必要はないかなと思うんですね。確かに良いものではあるんですが、正直パッと見の見た目で言ったら、そんなに違いってローファーって出にくいアイテムかなと思うので、安すぎず高すぎずというところで2万円から3万円ぐらいのローファーを買って、ちゃんと丁寧に手入れをしながら5、6年履ければ十分かなと思うので、靴に関しては先端なのでちょっといいものを選ぶというところを意識していただければなと思っています。はい、続いて2つ目のですね、40代の男性がお金をかけた方がいいアイテムなんですが、これはですね、またもや小物なんですが、バッグですね。バッグもね、そんなに数必要ないと思うんですよ。大人の男性が女性のように毎日違うバッグを買える必要があるかというと、そんなことはなくて、まあせいぜい1、2個あれば僕は十分かなと思ってまして、そんな中で僕が長く使ってるのがこちらのですね、レザーのトートバッグですね。このあたりはですね、お仕事、ビジネスカジュアルでも使うことができますし、あとはカジュアルの場面でもちょっと荷物が多い時には使うことができるので、こういったレザー系のトートバッグっていうのはですね、ちょっと背伸びをして買っても僕は悪くないんじゃないのかなというふうに思ってます。まあこれまたですね、レザー製のトートバッグ、それっぽく見えるもの、いろんなブランドで作ってるんですね。中には合皮のものとかもよくできていて、それなりに使いやすかったりしますし、デザイン的にはですね、そこまで各社で大きな違いがないんですが、やはりですね、40代以降、大人の男性になったら、まあベーシックなデザインの中で素材の持つ質感の上品さだとか色合いだとか、そういった細かい部分に配慮できた方が僕は素敵に見えるのかなと思ってるんですね。ですのでこういったレザー製のトートバッグ、そこまで流行に大きく左右されないので、一つは持っておいていいんじゃないかなと思ってます。まあ価格の目安で言うと1万円台後半から3万円台ぐらいだとですね、まあなんとかギリギリ買えるかなというぐらいかなと思うんですね。一個買えばそれなりに長く使えるものなので、このあたりは投資をしておいても僕は損じゃないかなというふうに思ってます。こちら、ちなみに僕が今愛用しているのはちょっと背伸びをして買ったものなんですが、まあ、サンローランというブランドのレザーのトートバッグなんですけども、これ買っても3年ぐらい経つのかな?なんだかんだでそれぐらい経っていますが、今見てもそこまで古臭い感じもしないですし、仕事の際にも使うことが多いんですね。一個ちゃんとしたものがあれば、それなりに長く持つので、まあ、個人的には高い買い物ではあったんですが、悪くないチョイスだったかなというふうに思ってます。まあ、レザー製のトートバッグ、いろんなところで売ってますが、例えばグリーンレベルのものだと1万円台前半で買うことができますし、あとはもうちょっと投資をするのであれば、ユナイテッドアローズだとか、あとはバーニーズニューヨークのオリジナルのレザートートバッグもかなり形が綺麗でおすすめなので、そのあたりもですね、下にリンクを載せておきますので、よかったらチェックをしていただければなと思ってます。色に関してはなんだかんだで使いやすいのはブラックもしくはネイビー、そのあたりかなと思いますし、ちょっとカジュアル感出したいのであればダークブラウンみたいなものもいいかなと思うので、皆さんがですね、まあ今から考えて5年くらい愛用できるようなですね、シンプルなレザートートバッグ、ぜひ選んでみていただければなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、ちょっと見づらいですがこちらに置いてありますネイビーのジャケットと、あとこちらはネイビーのスラックス、いわゆるですね、セットアップですね。これはもう一パターンでもいいので、ちゃんとしたもの、体に合ってなおかつ上質に見えるものを持っておくと大人の男性はいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、僕が持っているこのネイビーのセットアップ、一番気に入っているものはタリアトーレというブランドのもので、今からこちらも4年ぐらい前に買ったものなんですが、デザイン的にこういったセットアップもそこまで大きな流行というものがないんですね。もちろん最近はセットアップでもビッグシュレット、ゆったりめのものもあったりします。僕が今着てるのはこういったグレーのジャケットなんですが、少しゆったりめなんですけども、いわゆる王道のジャストサイズのですね、セットアップというのは、そこまでデザイン性に大きな違いというのは出ないんですね。ですので、一回買えばそれなりに長く使うことができるので、僕はですね、1セットでいいので、ちゃんとしたもの、
ぜひ皆さんには選んでいただきたいなというふうに思っています。まあ、このようなセットアップがあれば様々な使い方ができまして、もちろんビジネスカジュアルの場面でも使うことができますね。内側にノーネクタイ用のシャツを着てみたりだとか、まあ、ポロシャツを着てなんていうスタイルもできますし、いろんなビジネスシーンで使うこともできるというのが一つ。あとはですね、カジュアルシーンでも使うことができて、例えばネイビーのジャケットを使いながらボトムスはデニムにするだとか、着崩したりしながらですね、単品使いもできるので、特に40代以降の男性が少し小綺麗なスタイルを作るとき、休日にですねレストランに行ったりだとか、まあ、奥さんとたまにはデートだとか、そういった場面なんかでもこういったネイビーのセットアップがあれば様々な着こなし方ができるので、ちゃんとしたものが一着あった方が僕はいいんじゃないかなと思ってます。確かにこのようなセットアップユニクロで買うこともできますが、まずこういったものに慣れていなかったら最初の一歩として GU ユニクロなんかで買うのもいいかなと思うんですが、ある程度使い勝手の良さというのを実感してもらったら、一歩上のですね、価格帯のセットアップというものを揃えていただくといいかなと思います。まあ、いわゆるですね、セレクトショップのオリジナルですね、このあたりでいいと思いますね。ちょっとカジュアルに見えるセットアップだったら、ナノユニバースがすごく得意ですし、あとはもうちょっと綺麗めな、上品に見えるスタイルだったら、ユニバーサルランゲージだとか、そのあたりのセットアップがいいかなと思いますし、まあ、価格帯で言うと、だいたいですね、2万円台から3万円台ぐらいまでのところで、ちゃんとしたセットアップを揃えておくと、まず間違いがないかなと思うので、ぜひ皆さん、ネイビー系のセットアップは間違いなく使えるので、ちょっと背伸びをしながら買っていただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、こちらですね。冬の主役になるようなロング丈のコートに関しては、僕はですね、ちょっと頑張って投資をした方がバランスがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。というのも、こういったコートって面積がめちゃくちゃ広いですよね。冬のアウターとしては他にはダウンがあるかなと思うんですが、まあ、ダウンだとですね、もうちょっと着丈は短くなりますが、結構ロング丈になると膝位置ぐらいまで隠れてしまうので、この存在感で全体のバランスってかなり変わってしまうので、こういった主役になるようなアイテムに関しては僕は投資をすべきなのかなと思ってるんですね。先ほど挙げたネイビーのセットアップに関しても、ジャケット一番外側にありますし、ボトムスに関してもですね、下半身を覆ってるもので、このセットアップ全体で着こなしのほとんどが構成されてしまうので、そういったものはちゃんと投資をした方がいいかなと思ってまして、一方で内側に着るものに関しては、結構ですね、隠れてしまうことも少なくないんですね。インナーの T シャツなんていうのは基本的には見えないですし、あとはシャツだとかニットに関しても結構上に羽織ってしまうとそこまで見えないので、ここに関してはユニクロだとかそういったところをうまく使うのも全然ありかなと思うんですが、アウター系はですね、間違いなくちゃんとしたものを買った方がいいかなと思ってるんですね。で、今シーズン僕が買ったのはこちらのコートなんですが、まあ、ロング丈のもので、これはですね、テアトラというブランドのデバイスコートというもので、結構前からあるものなんですね。まあ、こういったものであれば意外とトレンド感があったりはするんですが、そこそこ長く着れたりするので、まあ、一着ぐらいはですね、3、4年着るような想定で、ちゃんとしたものを持っておくと、すごく使い勝手がいいんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、僕が選んだコートというのはブラックなので、正直そこまでですね、色にしてもデザインにしてもぶっ飛んだものではないので、着回しもしやすいんですね。これが例えばですね、色柄が強いものだったりすると、なかなか長く使うのが難しかったりするので、ベーシックで使い勝手のいいコートほどちゃんとしたものを揃えた方が僕はいいんじゃないのかなというふうに思ってます。一方で色柄がちょっと強いものだとか特徴のあるものに関しては価格帯を抑えて買ってみるというのもですね、僕は悪くないのかなと思ってます。そのあたりはユニクロだとか、あとは GU だとか、グローバルワーク、このあたりをうまく使いながらトレンド感を楽しむのもいいかなと思いますし、一方でちゃんとしたコートに関してはちょっと背伸びをしてセレクトショップなんかで買うとすごくバランスがいいんじゃないのかなと思っています。はい、続いてラスト5点目のアイテムなんですが、こちらですね。ちょっと全員にはですね、適用しない内容かもしれないんですが、メガネですね。これまた、やはりですね、お金をかけておいた方がいいなと思う項目の一つなんですね。僕は普段スタイリングをですね、いろんなお客様にしているわけなんですが、メガネをかける方であれば、一番最初にメガネをご提案するようにしてるんですね。なぜかというと、人って相手の目を見て話すので、顔周りの印象って一番大きいんですね。中でもメガネというのは、すごくですね、大きく印象を左右するので、僕は重要度が高いかなというふうに思ってます。ですので、40代以降の男性でメガネをかける方、もしくは僕自身もそうなんですが、
伊達メガネでファッションアイテムとしてかける方であっても、メガネはちょっとですね頑張って投資をしてみるのも悪くないのかなというふうに思ってます。僕もですねメガネいろんなものを持っているんですけども、結構好きで愛用しているのがオリバーピープルズとか、あとはアイバン、このあたりがすごく好きで、クラシックな要素がありながらもそこまでぶっ飛んでないので、大人の男性にはですねすごく似合いやすいブランドかなと思ってるんですね。ちょっとかけてみたいなと思うんですが、まあ、正面から見るとですねこういったセルフレームブラックで、まあ、ベーシックな部分があるんですけども、横から見るとですねちょっとこう金属になっていてシャープな雰囲気も伝わるかなと思うんですね。まあ、このようなメガネ最近は増えていて、アイバンだとかオリバーピープルズだけではなくて、先日ご紹介したゾフとユナイテッドアルツのコラボレーションモデル、ああいったものもあってすごく作りが良かったので、そのようなメガネでも十分だとは思ってるんですが、40代以降の大人の男性であれば、それだけではなくてちょっとこう勝負メガネじゃないですけども、少し頑張って投資をして自分が自信を持ってかけられるようなしっかりとしたメガネもですね一個ぐらいは持っておくと、すごくですね僕はバランスがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、先ほどもお伝えしましたが、僕自身メガネはいくつか持っていて、どのようなシチュエーションでかけるかによってアイテムを変えるようにしてるんですね。子供と気軽に遊ぶ時には先日ご紹介したゾフユナイテッドアローズのコラボレーションモデルを使っていますし、あとはちょっと今日はおしゃれをして出かけたいなという時にはこのようなアイバンだとかオリバーピープルズのものをかけるようにしてるんですね。まあ、TPO に応じて様々な価格帯のものをですねかけ分けるというのも大人の男性にはいいかなと思うので、メガネにはちょっと頑張って投資をしてみるのも個人的にはおすすめかなと思っています。はい、ということで今回の動画では40代の大人の男性がお金をかけるべきアイテムベスト5ということで皆さんに動画をお届けさせていただきました。まあ結構まとめるとですね、小物系このあたりはお金をかけた方がいいかなと思ってまして、バッグだとか靴だとかメガネ、このあたりはやはりですねアイテムとして目立つので、ちょっと良いものを持っておくとバランスがいいかなと思っています。あとは服に関しては目立つアイテムですね、外側に来るジャケットだとかアウター系、このあたりはちゃんと投資をしておくと僕はバランスがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。一方でお金をある程度かけなくてもそれなりに見えるものとしては、先ほどもちょっと触れましたがシャツだとかニット、このあたりはユニクロのものすごく良かったりするので、ちょっと価格帯を抑えてみるのもいいかなと思いますし、意外とですねボトムス、デニム系だとか、あとはですねスマートアンクルパンツのようなスラックス調なもの、ここら辺もよくできてるのである程度予算を抑えてもいいかなと思うんですね。うまく価格帯をミックスすると予算をある程度抑えながらも大人っぽい着こなしが実現できるかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。そして最後ですね、番外編としてこれはですね賛否両論があるところなんですが、時計ですね、ここにお金をかけるべきなのかというところなんですが、僕自身ですねこれは実験をしてみた結果、まあちょっと頑張って良いものをですね6年ぐらい前に買ったんですね。これすごく良くて、今でもつけるたびに気分が高揚してすごく良いものだなと思ってるんですね。ですがやはりこういったいわゆるですね価格帯の高い時計というのは、今で言うとですねそこまで重要度は高くないのかなと思うんですね。まあ、正直今の若い世代、10代20代30代前半になると、こういったちょっと高い時計っていうのはそんなに憧れの対象でもないですし、そこまで無理をして買うって方も少ないんですよね。その流れって今後ますます強くなっていくので、このような時計というのは個人の楽しみとしてはいいかなと思うんですが、そこまで興味がないけどマストアイテムなのかなと思って頑張って買う必要は全くないかなと思うんですね。まあ、この時計というジャンルにおいてはもう僕はアップルウォッチ、この一択でも十分かなと思うので、まあ、そのアップルウォッチの中でどのようなバンドをつけるのかだとか、どのような文字盤に変更するのかだとか、そういったところでこだわりを出すのもいいかなと思うので、まあ、時計に関してはですね、無理をして高いものを買う必要はないかなと思うんですね。アップルウォッチだとか、あと個人的にはナバルウォッチなんかもすごくいいかなと思うんですね。ちょっと画像を出したいなと思うんですが、このあたりなんかも価格帯がこなれているミリタリーウォッチとしてはすごくバランスがいいので、そんなに高すぎる時計をわざわざ頑張って買う必要がないかなと思うのが個人的な見解ですね。ただ僕個人としては一つの経験として買って後悔はなかったかなと思うので、このあたりはまあ人によるのかなと思うので、参考程度に覚えておいていただければなというふうに思っています。ぜひ皆さんもね、今回のコメント欄で、このアイテムにはお金をかけるべきだという皆さんのご意見ですね、どんどん書き込んでいただければなと思ってます。皆さんがどういったものにお金をかけているのかも僕自身も知りたいので、ぜひそのあたりもコメント欄でお伝えいただければなと思ってます。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。
おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。